泳いでいる時、私がとても楽しそうに見えたんですか？それは泳ぎよりも社長と一緒にいる時間が楽しかったんです。カリンを休暇を死守します。任務を受け付けました。社長、降参しなさい。はっ。パーテーションが必要ですね。外さない。騒ぎを起こすのは禁止です。目標を確認。オペレーションバカンス始めます。水遊びの定番をお見せしましょう。捕まえた。オペレーションバカンス始めます。はっ。いやだ、息が。特殊部隊員にとって水泳は基本スキル。私の実力を試す良い機会ですね。私の業務効率は服装に影響されることはありませんので。記録更新まで 0.03 秒。やはりスピードを上げるべきでしょうね。社長、水泳業務ともにペース調整が大事ですから、くれぐれもお忘れなく。今日は少し遅いんですね。私はちょうど3周して上がってきたところです。次は一緒に入りますか？この水着は水の抵抗を減らすために選びました。実用性を重視したので、あまり似合ってなくても理解してください。シノンさんのペースに巻き込まれて貴重な時間を無駄にしました。こうなった以上、充実した休暇を過ごせるようにご協力ください。新しい電子装備を買い揃えていたので、水泳グッズはあまり揃っていません。ですが水中では装備より熟練度の方が大事だということを証明してみせましょう。水泳対決をお望みならいつでも応じますよ。その代わり、負けた方が勝った方の要求を一つ聞くというのはどうでしょう。泳いでいる時、私がとても楽しそうに見えたんですか？それは泳ぎよりも社長と一緒にいる時間が楽しかったんです。どうやらここにはもう私たちだけのようですね。私が参考した資料によると、今がデートを申し込むチャンスですよ。体が濡れてしまったなら私のビーチタオルを一緒に使ってもいいですよ。特大サイズですから、二人で包まれても大丈夫かと。射撃訓練の代わりに水鉄砲で遊ぼう。そのような実用的な提案はすぐに実行すべきだと思います。社長、この服装でここにいて本当に大丈夫なんでしょうか？これくらいは朝飯前ですね。満足できる結果ですね。全隊員入水準備。行ってきます。ストップウォッチはよく確認してくださいね。相手の力量も誤差の範囲内でした。社長との休暇、1分1秒たりとも無駄にはしません。まだ私たちには逆転のチャンスがあります。緩んでいた心を見つめ直すべき時ですね。水中戦への備えも完璧です。泳げない方はあらかじめ報告してください。防水機能が素晴らしいですね。戦略的な投資になると思います。社長、肺活量も向上するのでしょうか？社長の指導力も相当なものですね。これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。ひょっとして休暇が延長されるんですか？
社長は間違っていません。私が証明してみせます。連帯感を高めることも重要ですよね。それじゃあ練習に戻りますね。ここを去る前に社長の適当な経営態度は直さなければなりません。社長だけを信じている社員の未来のためにも24時間そばで見守ります。小言も多くなるでしょうが、覚悟しておいてくださいね。シノンさんのペースに巻き込まれて貴重な時間を無駄にしました。こうなった以上、充実した休暇を過ごせるようにご協力ください。